私は一応リーダーの高見知花、高校2年生知花っちって呼んでね。もっともっと知花っちって呼んでね。知花っち、ありがとう。太陽みたいに輝く笑顔でみんなに、ライブビューイングのライブビューイングのみんなにもハッピーを届けるよ。後ろの人にも愛と思いやりを持って、優しさを持って